味の素の餃子ね。これは人気じゃね。作るのに油も水もいらんのよ。じゃあ何がいるんみたいな。めちゃくちゃ便利。 これ晩ご飯でお母さんがもう一品欲しい時にこれ焼くね。夕方になってね、おかず作って、ほんで味噌汁も作ってご飯炊いて、あと一品欲しいわねって時に、そうだ言うて冷凍庫からこれ出して焼く。これやるけんね。アニメとか映画以外でこれやるの、味の素の餃子の存在思い出した時だけじゃけんね。ほんでこれ焼いて食卓に並べて、ほんな子供手間かけて作ったおかずより餃子の方を喜ぶっていうね。 大阪王将羽根付き餃子ね。これクオリティ高いんですよ。大阪王将の餃子はやっぱつまみで食べちゃうね。サラリーマンがこれ買って帰ってきてね、プシッってビールを開けて飲みながらこれ焼くんの。ま、だいたい一人暮らしの男性の家の冷凍庫にはこれ常備しとる。てか、この羽根付き餃子が部屋の格。羽根付き餃子が部屋からなくなったら部屋がガラガラー言うて崩れるけど餃子食おうもって冷凍庫開けたらこれ一個しかないとき、それ取ったら部屋が崩れるけん、もう一個買いに行くよね。 ほんで、それを取るときにもう一個新しく買ってきた羽付き餃子ガーって入れるよほんで部屋が崩れるのを防ぐ。 日霊の本格炒めチャーハンね。ま、あこれ大人気ですよ。どこのスーパー行っても絶対ある。これ大学生がバイト行く前にチンして食うね。う,うまいんよ。勢いよく食いすぎて鼻ん中米粒入って、ふんって飛ばしとるね。その飛ばした米大学4年間で1袋分ぐらいある。やたらスーパーの特売で安くなっとる時あるけど、その時買って家の冷凍庫に常備すんよ。風邪ひいてしんどい時は冷凍庫からこのチャーハン出しておでこに乗せて熱下げるね。 ごっつうまいお好み焼きね。これうまいって書いとるだけあってマジでうまいんよ。個人的に大好き。これ仕事遅くなった人がこれ買って帰ってビール飲みながら食うね。バリビールに合うけんね。ほんでこれのいいところ、紙トレーに乗っとるけお皿使わんでいいんよ。俺これ初めて見た時感動しすぎて家の皿全部割りそうになったけんね。味の素のザシューマイね。このシューマイちょっと値段が高いけ社会人が買うね。まぁ大体450円ぐらいかな。まぁ、あ、その分バリうまいんだけどね。 じゃあけ、学生からしたらちょっと高値の花ないの。学生時代スーパー行くんだけど、このシューマイ見て、んー、いや、ちょっとやめとこう言うて。じゃあけ、就職して初任給もらったら、まずこのシューマイ買いに行くね。給料袋からそのまま出してレジで払う。 味の素のザッチャーハンね。これパンチ効いたチャーハンですよ。これ働き盛りの若者ががっつくね。普段仕事でもプライベートでもバリバリ体動かしとるような人が食う。早く食いたすぎて5、6分レンジでチンするのまてん。2分ぐらいで開けてしまうね。ガチャーほんであーまだかー言うて。ほんでもう待てんわー言うて自転車を電子レンジに直列つなぎにしてブワーッこいで電力足す。 味の素エビグラタンねこれ小中学生の弁当に入れるねお母さんが朝チンしてこうやって入れるんよこれ弁当に入っとったら嬉しいね両手でガッツポーズでもこれ大人になった今ワになったね普通に大人になってもこれ買ってきて家でチンして食っとる人は絶対ピュアでいいやつ 味の素とエビシューマイね、これも弁当に入れちゃうよ。まあ、どっちかというと大人の弁当に入れるね。奥さんがサラリーマンの旦那さんに弁当を朝作ってあげる時に入れるんよ。今日も仕事頑張ってね、言うて。前の日喧嘩した時はこのシューマイでごめんねって文字作るけど45個ぐらい使っとる。 マルハニチロの鳥マヨね。これはもう小学生の弁当に入れたら大喜びよ。嬉しすぎて食べずに持って帰ってくるね。お母さんに見せたくて、うて。それは私が入れたんじゃけど、みたいな。もうこれ味付けが小学生にドンピシャないよ。ほんま多分小学生はね、常に筆箱にこれ2個ぐらい入れときたいと思う。 日水のコーンクリームコロッケね。これも小学生大喜びですよ。弁当に入っとったらもう箸で突き刺して振り回して喜ぶね。もう廊下をうわーって走る。ほんでもう胴上げするね。このコロッケをみんなでうわー<し>ほんだらその表紙にコロッケがポーン飛んでって、クラスのマドンナの田中さんの口に入るの。そっからその二人がいい感じになったりしてね。 日霊の徳からね。まあ、冷凍食品の唐揚げ言うたらこれが浮かぶね。これうまいんよ。弁当にももちろん入れるけど、普通におかずとしてもつまみとしても言うの。なんかね、あの冷凍食品の唐揚げってなんか独特な味だよね。ちょっとべちゃっとしとって。あの食感がうまいんよ。何個か唐揚げチンした時ね、一個食ったら真ん中まだ冷たい時あるね。あれ、朝自転車乗ろうとしたら前の日降った雨でサドルが濡れとった時と同じ声出るね。あっ 日霊の焼きおにぎりね。まあ、あいろんな会社が焼きおにぎりの冷食出したんだけど、なんで冷凍食品の焼きおにぎりってあんなうまいんだろうね。まあ、あだいたい昼飯で食うよね。昼飯カップラーメンと焼きおにぎり二つっていう最高の組み合わせ。この冷食の焼きおにぎりって熱々よりちょっと冷めたぐらいがうまいんよ。じゃあ電子レンジした後ちょっと待つね。だいたいそうやね、36度ぐらいの温度で食うのがうまい。 じゃあ自分の体温と同じぐらいと思ってた方がいいね。じゃあこうやってこう、一緒の温度になったら食う。日例のパリパリ春巻きね。これもやっぱ弁当で人気じゃね。まあ、でも春巻きは運動会の時の弁当かな。一人用の弁当だとちょっと場所取るんよ。テトリスで言う、ちょっとこれでかいな困るなってやつ。じゃけどやり手のお母さんこれ半分に来て縦に入れるけんお母さん家帰って子供が弁当箱出したら、春巻き縦に入れとったの分かった 日清食品もちっと生パスタねこれあの一人暮らしの人は週1で食う安いしうまいよほんでもちもちもうなんかお餅食っとんかなみたいなこれあの一人暮らしの冷凍庫の奥に入れとるね一番奥切り札たまにあれ買ったの忘れとって霜がついてなんかもう冷凍庫の奥で化石みたいになっとる時あるねあれ多分1000年後もあのまま1000年後の大阪万博でこれが1000年前のもちっと生パスタですって展示される ウェルナの青の洞窟ね。これ OL が食うね。休みの日にチンして食うんよ。ちゃんとフォークで食うね。これ一人暮らしの男性だったら全部箸で食うけん。フォークとか使わんけん。まあでもこの青の洞窟は俺もよく食うんじゃけど、クオリティ高いね。ボロネーゼとかもうマジうまいけんね。イタリアンレストランで出てきても文句言わん。なんか厨房の方でチーンって聞こえた気するな。まあうまいけんいいか言うて食うよね。 日本のオーマイプレミアムね。これめんどくさがりの人には最高ですよ。なんでか言うたらね、これトレーのまま入っとる。じゃけトレーのままチンしたら食えるっていうね。お皿使わない。これはめっちゃ興奮するね。ほんまに一人暮らしの味方。なんならこのオーマイプレミアムでできた部屋で一人暮らししたい。オーマイビッグね。これ大学生が食うね。コスパめちゃくちゃいいんですよ。安くて多い。またこれドラッグストアにめちゃくちゃ安く売っとるよね。それを4つぐらいガーって取って家の冷凍庫にぶち込んでくんよ。 ほんで雨の人が外出たくない時にチンして食う昔大学生の友達これめちゃくちゃ食っとったね常に2本ぐらい鼻から出とったもん日清食品汁なし担々麺これみんな大好き何がいいか言うてこれもう袋のままチンして皿に出して混ぜたら食えるんよ簡単すぎるもっとなんかさせてくださいと思うよね 僕そんなに何もできないことないですよ、みたいな。それぐらい手間がかからん。ほんで辛くてうまいんですよ。なんかこれハマっとる人はずーっとこれ食っとるイメージ。他のものを食わん。目バキバキで毎日食っとるね。ほんで友達に勧めたりするの。目バキバキでカバンからこれ出して。これ知ってる周りであいつやべえなってなっとる。 マルハニチロ横浜あんかけラーメンね。これもファンが多いよ。レンジでチンしてラーメンができるっていうね。これもうまいけんね。一回食ったらハマるんよ。ちょっと冷凍食品の考え方が変わるよね。冷凍庫開けてこれがない時に買いに行くけんね。わざわざね。他にカップラーメンとかあるのに。楽に食えるのが冷凍食品のはずなのに。うわー言うて雨の中チャリ濃いでこれ買いに行って家帰って食うって。冷凍食品って何だろうってなるよね。 日霊今川焼きね。これ食うのは冷蔵庫がでかい人。あの、冷凍庫も二段絶対あるね。じゃないとこれ冷やしとけんもなんかこの今川焼きの冷凍食品って冷凍食品の中ではちょっと優先順位低いじゃないですか。チャーハンとか冷やして、まだスペースがあったら今川焼きも入れるかな、みたいな。じゃこれを保管しとる人は相当冷蔵庫でかい。なんなら冷蔵庫に住んどる。 どうも、向かいワンダーランドです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回、冷凍食品で偏見を言ってみました。まあ、冷凍食品ってのはね、うまいよね。ほんで、安いんですよ。これ、一人暮らしの時はもう食いまくってしまうね。俺もね、パスタとかね、あとシューマイ食いますよ。おつまみとして最高なんですよ。ただ、俺ね、冷蔵庫がめちゃくちゃちっちゃいんよ。もう家の冷蔵庫、マジ東横インぐらいのサイズやけんね。いやーじゃけんね、でっかい冷蔵庫欲しいな。 冷凍食品めちゃくちゃゃく入れときたいだって賞味期限なんてめちゃくちゃ持つでしょだってもう冷凍しとったらもうなんなら1000年2000年持つわけじゃけん、ね、なんかね芸能人とか意外と冷凍食品とかを食っとるイメージ 家にめちゃくちゃ保管しとってね。あんまね、外出したらこう、キャキャ騒がれるけ。家でなんかこう、ちょっと食う時に冷凍食品食っとるイメージあるけどね。というわけで、なんか皆さんのおすすめの冷凍食品があれば教えてください。X、インスタのリンクを概要欄に当てますので、よかったらフォローお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、向井ワンダーランドでした。ありがとうございました。